放送法、放送法、放送法、昭和25年法律第132号は、日本放送協会、放送、放送事業者について定めた、日本の法律。所管官庁は、総務省である。日本での講習によって、直接受信される目的とする、電気通信の送信を行う者は、すべてこの法律によって定められたところにより、規立される。 放送法は、戦前の無線電信法に変わるものとして、電波法、電波管理委員会設置法とともに、電波散法の一つとして1950年、昭和25年5月2日に交付、同年6月1日より施行された。これによって日本放送協会、NHK は、同法に基づく、特殊法人と規定されて、社団法人から公共企業体へと改組されることとなった。 また、NHK 以外の事業者、民間放送事業者の設置が認められて、以後の放送に関する基本法となった。その後、1959年、昭和34年に放送番組審議会の設置義務付け規定の設置や1988年、昭和3年の全面改正、2010年、平成22年の優先電気通信を用いる。 放送の放送号及び条命整理など様々な改正が行われて現在に至っている。目次目的は放送を公共の福祉に適合するように規律しその健全な発達を図ることにある第一条。また番組編集についての通則として何人からも干渉、規律されない第三条都市義務として公安。 善良な風俗を害しない、政治的公平、報道は事実を曲げない、意見が対立している問題はできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること、第四条第一項を定めるとともに、放送番組の種別、教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等及び放送の対象とするものに応じて編集の基準を定め、 それに従い放送番組の編集をしなければならない、第5条第1項。まず放送法を設立根拠法とし、かつ全国に向け公共放送を行うことを主目的とする特殊法人の日本放送協会、および放送法の根幹である放送番組、編集通則に対して大幅な適用除外規定を設ける必要がじる、特別な学校法人の放送大学学園という、 放送業務を行う二つの特定の法人に関する規定が設けられているが、それらを含めて、物理的な伝送形態により、機関放送事業者と一般放送事業者に、応し、それぞれについて規定している。また、視聴量の有無の観点から見た、有料放送事業者の規定もある。放送法において、放送に関連する事業者として、機関放送局提供事業者、 有料放送管理事業者、認定放送持ち株会社及び放送番組センターについても規定している。廃案となった主要な改正案についても記載する。廃案となった民放の新機会局が盛んだった時期であり、番組規制のあり方が変更された。廃案となった1968年に小林武春郵政大臣が放送法の改正案を明らかにしており、 NHK 会長の政府任命制、NHK 受信料の政府認可制、放送局に対し、韓国権を持つ放送世論調査委員会の設置、民間放送の事業免許制、1968年現在は施設免許制などが含まれていたが、政治問題化して実現しなかった。全般にわたる見直しを行った2001年放送のシリーズ、 戦争どう裁くか第二や問われる戦時性暴力をめぐる紛糾を前提に日本放送協会が制作する番組の内容を監視するために NHK 経営委員会の監督を強めようとした与党原案に対して民主党が反対して削除また経営委員会の個々の編集への介入を禁止また日本国政府が国際的地域を指定した命令放送ができたのを 陽性放送、法人の生命、財産の保護、国の重要な政策に係る事項と狭く規定した。その他、インターネット、ワンセグ放送、地上デジタル放送への法律対応など。2010年、平成22年3月5日の鳩山、幸男内閣の閣議にて、放送法等の一部を改正する、法律案が決定された。この案では放送関連四法、放送法、 有線ラジオ放送法、有線テレビジョン放送法、電気通信駅無利用放送法が新たな放送法として統合され、放送の定義自体も変更するなど、通信放送法体系の見直しを60年ぶりに行うことになった。第174通常国会では、衆議院通過も参議院審議未了のまま、会期満了により一旦廃案となったが、同年10月に、 韓改造内閣が同文のまま改めて閣議決定し第176臨時国会へ提出した。そして NHK の経営委員会に NHK 会長を加えるとの規定の削除や同じ資本が新聞やテレビなど複数のメディアを支配するクロスメディア所有規制の見直しに言及した不足の削除など修正案に与野党が同意した上で11月26日に 改正が成立。12月3日交付され、同日及び、翌年3月1日、同月31日に、それぞれ一部、2011年6月30日に、完全施行。マスメディア集中排除原則の規制緩和、放送局の権益統合等の規制緩和、国際放送、NHK ワールド TV の高級化、NHK オンデマンド、 NHK ハイブリッドカストの本格的な実施を可能とすることを盛り込めだ、改正案が6月27日に交付。1年以内の政令が定める日に施行。放送法及び電波法に違反した場合には、電波法第76条を根拠とした無線局の運用停止や免許の停止、取り消しなどを行うことができると規定されている。以下に、 放送法に違反したとされる実例を記載する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。